大阪夏の陣第2話目チャンス山突破戦。結構時間長いですね、24時間。あれ小太郎がいるよ。なんでこんなところに。もう半蔵もいないというのに。負けられぬ戦いがある。でもちょっと階級22でかなり苦戦しそうなので、ちょっとパスで。気になるところではありますけれども、では相方チャチャで。負けられないなら私も同じです。では出陣いたします。はい、ブーンを祈ります。雪村、チャチャ様はずっと大阪でしたね。この戦が終わればどこか行きたいところはありますか？え？そうですね、考えたこともありませんでしたけど、どこか暖かいところでのんびりしたいものです。いいですね、南国は私も行ったことがありません。いっそ薩摩など面白そうだ。本当に薩摩逃亡説が。しからばごめん。はい、もうなんという新婚旅行かっていう感じですけれどもね。まったく。またべも死んでしまったことで、5人衆も残り4人で、その全員のいずれかの敗走ということでね。チャージが増えました。もうこれが最終段階ですかね。すごい攻撃のバリエーションが。小太郎なんか会話が楽しみなんですけど。この大軍を突破せねば徳川本陣にはたどり着けぬ。目指すは街道先の突破口。作兵衛、そなたはここに残り雪村様の退路を守るのだ。はい、俺に任せてください。
やまないことを。いや、実にあの方らしい最後です。またで出るはずの一代の高潔でした。死ぬなよ、ナナキ。雪村様より場数は踏んでおります。そう簡単にはくたばりませんぞ。あいつ戻ってきませんね。この大事な時にどこで油売ってんだか。そなたの活躍を見ればいても立ってもいられなくなるのではないか。そうですよね。よし、見てろサスケ。まさに火の王たち。いえ、何でもありません。雪村は茶臼山のあたりで奮戦中か。大筒で味方を支援するぞ。チャチャホームか。チャチャと勝本が戦うんか。豊臣家の府中となろうが、これも太平を守らんがため。ならばその覚悟をお見せなさい。そうか、こういう時こそ忍びにお任せ。ちょうどね。小賢しいのに、散発的な砲撃では敵の脅威になどならん。もはや恐れることはありません。私が止めてみせます。強くなければ全てを奪われる。チャチャ様、お見事。チャチャ様、止めはしません。でも無茶はダメですよ、絶対。あなたが言うのかしら、カイン。さあ参りましょう。大筒陣地を正面から攻めるは至難。私が潜入し裏手の門を開け放ちましょう。開門。真田の忍びが入り込んでいた。逃がすな、消え。横谷さんもうちに重内すまん。あら、小市様もどれだけ説得しようと無駄でした。あなたもきっとそうなのでしょうね。あなたは本当につらい役目ばかり。申し訳なく思っています。そのようなお言葉聞きたいわけでは。敵将打ち取りました。これで止まった。お見事にござった。我が軍略を見よ。味方の支援どころかこの不始末か。我ながら情けない。これで味方の被害が抑えられます。敵兵が少ないというか。どうか無事で。まさに火の輪口。いえ、何でもありません。本当に重いな。
射口から出てくるのを待ってるしかない。幕府軍先鋒を任されたこの身、断じてここは通さぬ。開門。都合とも言える。長明殿が裏切ったと噂を流すのだ。茶々で晴れながら助けに行きますか。怒るほどのことではありません。茶々様が何故戦場になど。無論生き抜くためです。参りなさい。父上がおっしゃっていた、やはりあなたは火種なのだ。そうかもしれません。けれどただ潰されるわけにはいきません。父上が火種って勘弁か。ヘマしちゃった。チャチャ様すみません。貝が負傷。貝、どうか無事に落ち延びて。我が軍略を見よ。おお、茶茶様を自ら。かたじけのございます。過ぎじゃバカめ。チャウス山はモルケノから、チョウソガメとアカシを狙う絶好の機会じゃ。戦場中央にやられてゲームか。承知しました。いけない。
らの突撃で空いた隙を突かれてしまいました。サクビどうする。俺がやるしかないんだ。足軽不正だ。物陰に潜んでおったのか。サクビが。サクビ。もうね、タイガサクビは武蔵坊弁慶並みの仁王立ちで凄まじい活躍ぶりでしたけれども。開門。まさに日の本一。何でもありません。私のやりです。総評の組だの目当てではない。口を開けよ。雪村殿、突破までもう少しだ。え、ご油断召されるな。豊臣に君臨する希代の悪女、そんな風には見えんな。そんな風文は。では少しはそれらしく振る舞いましょうか。ちょっともう帰りよ。かんざしをダーツみたいに前方に当たる感じですかね。走り付けられました。チャチャ様のお手を煩わせ申し訳ございません。我が軍略を見よ。あとは雪村殿が突破されることを願う。雪村計略の出しにしてくれたな。もともと味方に疑われてるからみんなあっさり騙されたんじゃないの。お味方に疑われておればこそ惑わされる。身を慎まれよ。それ言わせておけば。真田の意地を見たか。負けてしまうとは。敵将討ち取ったり。さて、あとは日没になっちゃいましたね。敵に潜入撃破か。まさに日の本一。いえ、何でもありません。打ち取ったり。
影勝様のご覚悟であろうぜ、我が槍を折ることはできませぬ。全身全霊で答えるのみ。残る相手は見えすぎてるか。よし、先を急ぐぞ。麦の輩よ、青江兼続が相手だ。真田の意地を見たか。ダメ、おい。それでさっき一戦にはもう撃破したのか。まさに日の本一。いえ、何でもありません。我こそ軍神が申し子なり。勝永殿は茶々様をお守りし、大阪城にお戻りあれ。雪村殿、それはこの先は少数で突き進むのがよい。茶々様のことくれぐれもお頼みいたす。しまいましたが、次々と味方が倒れていきますね。次はそろそろ内気がいってしまうんでしょうかね。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。